美術館2021年春季特別展茶席を彩る漆の美。野村美術館では2021年6月6日日曜日まで春季特別展茶席を彩る漆の美を開催しております。今回の展覧会では中国から伝わった水筆や螺鈿、タイの金馬、日本で作られた蒔絵や鎌倉彫といった様々な漆工芸品、また磁器楼やすずり箱など書院飾りとして用いられたものも合わせて展示しております。なお本展覧会は前期と後期に分かれ、4月19日月曜日に全面的に展示会を行います。では前期期間に展示するものの中から3点取り上げて簡単にご紹介いたします。こちらは追王龍門丸本。追王は追主や追国に比べて遺品が少なく、皇帝や宮廷所用のものとして追筆技法の最上位に置かれています。本作では中央に大きく見送れらせた5つ目の龍が掘り出され、下には岩と波が表されています。また龍を取り囲むように雲の文様と風紀の象徴である牡丹の花紋が添えられ、豪華な意匠となっています。文様の彫りは深く手取りの重い作品です。裏面の高台内には大明万暦逸見年生との銘があり、万暦23年1595年に作られたことがわかります。こちらは梨地近江八景蒔絵実手香箱。やや大型の箱に香炉、香箸、香さじをはじめ、香木を割る金槌やのみなど香道具一式が収納されています。表には梨地の上に蒔絵で近江八景が表現されています。蒔絵は見える部分だけでなく、小箱に分かれたそれぞれの面にも施されているため、一旦組み合わせを崩すと元通りにするにはあたかもジグゾーパズルのように頭を悩まさなければならない作品です。こちらはミモッソ川蒔絵すずり箱。ミモッソ川とは伊勢神宮内宮のそばを流れる五十鈴川の別称で、大和姫の御事がこの清流で藻、つまり着物の裾を洗い清めたという故事によりこのように呼ばれています。蓋の面にはミモッソ川の流れる様子や木々の葉一枚一枚、手前の川と奥の山との遠近感などに高蒔絵や金貝などの漆技法が駆使されています。蓋の裏側には神殿や三種の神器の一つである八田の鏡などが蒔絵で施され、細部まで見事な表現がなされています。本作は仙台伊達家四代藩主綱村が5歳天皇から下賜されたものと伝えられています。動画での紹介は以上となります。他にも様々な漆の作品を展示しております。ぜひご来館いただき、漆の技の妙を直接ご覧いただけますと幸いです。